疲れ様でした。ありがとうございました。今日のレース振り返っていかがですか？雪がものすごく降っていたり、気温が昨日と違ってものすごく寒かったので、これどうなるかなと思ったんですけど、沿道の皆さんがすごい応援してくださって、とても力になりました。楽しく走れました。寒さにも強いんですか？そうですね、結構強い方だと思います。タイムを狙って走られますか？そうですね、1時間10分を切ることを目標に今日走っていたんですけど、前半はやっぱ追い風であってすごいリラックスして走れたんですけど、後半思った以上の向かい風で、後半ちょっと失速してしまったというか、やっぱり切れなかったこの課題かなというふうに思います。その中でも日本人トップということで、勝因はどんなところだったんでしょうか？そうですね、周りに男性のランナーの方が一緒に走れる国内ではすごい珍しいレースだと思って、その男性の力を借りながら前へ前へって追っていけたことが良かったかなと思います。今後の目標や夢を教えてください。そうですね、今後はやっぱりトラックだったりマラソンだったりで、日の丸を背負って走れるような選手になりたいなと思います。ありがとうございました。日本人女子トップの森田選手。